FM 小座をお聞きの皆さんこんにちはこの時間からはナッチーの「ラジオでもソングマイライフ」を30分間お届けしていきたいと思いますよあなたの人生を変えたあの曲辛い時偶然街中で聴いたあの曲に助けられたあの曲を聴いて私は今こういう夢を持っていますなどなどあなたのあの一瞬を変えてくれた一曲をエピソードと一緒に。 リクエストしてもらって思い出の音楽を皆さんと共有していくリスナー参加型のラジオ番組となっております。さあ今週の土曜日と日曜日に小田のオトラにですね東京から二組のバンドがツ,ヤツアーでねやっていきますよ。あツアーって言えなかったね今ツアーって,ってねツアーって言ってもね。<laughs> そうこの二組のバンドがね、えー、フラジールと キリンンっていうバンドたちなんだけど私その時に私も一緒にあの出演させていただくんですが2年前ぐらいかな2年前ぐらいにフラジールさんがえ沖縄にツアーで来た時に紹介でオープニングアクト私が務めていたのがきっかけだったんですけどね。その後あの私が東京で テレビに収録とか行った時になんかフラジールさんたちがご飯連れて行ってくれたりとかいろいろお世話になったりしてたんですねそう本当に今でもね「あの俺たちの妹」って言ってね可愛がってもらっています本当にフラジールさん今聞いてるかなラジオ <laughs> そう今日はねそのフラジールさんとのね出会いの曲を紹介していこうかなって思いますよ、はい、フラジールは 火曜、えー、ロックバンドでね、えー、5人グループかな5人グループそうそう,そう5人グループなんだけどもうあの見た感じね火曜火曜系だね火曜、うん、そして本当にロック <laughs> 特にね,そ,ままねそうそのまんまなのよ本当に。で特にねあのそのボーカルの拓郎さんっていう方いるんだけどうん あの一度見たらねほんとなんか体はすごく大きいし何かいかつい感じだからさちょっと一見話しかけづらそうな怖いイメージなんだけどあの歌声とか聞いたらさものすごく繊細だからさ心にさ響くんだよそ,う響くんですそんなね相反するものにちょっと衝撃を受けてしまってからさ本当にこ なんてい,うのかいろんな意味であの魅力あふれるバン,ドなバンドだなって思いますそんなねフラジールさんが歌った「えー、銀河夜行」という歌がございましてですね皆さんそれがね私一番大好きなんです <laughs> 今日はねそれをお流ししたいと思いますよまずねどんな曲かどういう思いでこう作られたっていうのがちょっと SNS に上げられてたので読み上げたいと思います まず、えー、タイトルから印象的なねこの銀河夜行というのはですね激動の大正昭和平成を生き抜いたとある男女の愛の物語を歌にした曲だそうです田倉さんがねまあ私の実のジジとババアのお話ですがって語っていたんですけど本当にノス,タノスタルジックでなんかそれでいてさあの 今の時代には珍しくもある純粋な愛をテーマにしたものでございますタクロ郎さんがね昔さ気質のわんぱくな自じが死んだ時な,なんかうん初めて涙を流しながらババアは70年愛しましたと私に言いましたその時にああバアさんも女だったのだなと思った次第であります その後、ババアは後を追うように、3ヶ月後に天に旅立ちました。おそらく自分勝手な自じが天国で一人が寂しく、優しいババアを呼んだのだなと思っています。と、タクロ郎さんが語るように親族の実話をもとに作られた詩であります。最近忘れかけていた純な気持ちを、はっと思い、思い出させるような、 楽曲となっております拓郎さん流のね巡連歌とも言える素晴らしい曲ですそして拓郎さんがですねこの曲を作り上げた時に素敵な永遠に続く愛を余すことなく、えー、曲にできたかなと思っていますと、えー、語っております是非この「銀河夜行」聴いてくれると嬉しいですそれでは聴いてください ブラジールさんの中から銀河夜行をお届けいたしました。 このラジオ番組ではメッセージもリクエスト曲も募集しておりますよ。あなたの背中を押してくれたあの1曲をエピソードと一緒に送ってください。メールアドレスは7 6 1 f m k o s a j p ファックスは098-934-8653。ツイキャス・ユーストリームでも映像と音声を配信しておりますよ。 FM コザのホームページから見ることができますのでそちらからでもこの番組を見て聞いて楽しんでくれると嬉しいです今お流ししている曲曲もフラジールさんの曲でございます、はいあのね。フラジールさんの,このさっき流した「銀河夜行」っていうのは本当にそのツアーで一回沖縄に来たのがきっかけだったんですね。 そそうそう,そう本当にね心持っていかれます、はい、PV もございますのでね是非「フラジール」と調べてみて <laughs> ありがとうフラジールと調べてみてですね、えー、プロモーションビデオもぜひチェックしてみてくださいそしてねこの今流してもらっているあの曲の中の PV であの皆さん分かると思うんですけど「直木酒造」

ボーンズという楽器を使って今流しているこの BGM の中で一緒に参加しているんですねみちおさんがさあ皆さんねテレビにも見てる方、えー、分かると思いますぜひそれもチェックしてみてくださいその方もね紹介してもらって私えっと去年ぐらいかなみちおさんと一緒に自分の私の曲をさボーンズであの演奏してくれてコラボしてもらったことがそう,そうあったんですよ,そ,よ、ね、そう 七色,バスそう七色バスをね先ほどねオープニングで流したやつねそう本当にありがたかったですそうなんですよこのね、えー、まあ去年ねやってもらったのがきっかけだったんですけどそれと一緒にですねあのライブをしたあの4人組のスタイリッシュ、えー、ロックンロールかな、うん、キリンさんそうまあ彼たちもね今回フラジールさんと一緒に来るんですけども。 私さこのキリンさんあの去年初めて聞いた時さもうめ,めちゃくちゃと,とりあえずかっこよくて何がかっこいいかってもうワイングラスとあのタバコがよく似合うだろうなって思うぐらいかっこいいのよあとサングラス似合うだろうなみたいなそう本当にさちょっと沖縄にはあんまりないロックンロールだなと思ってそうもう沖縄でうん 例えるんだったららガクトぐい本当にそれぐらいさ声はかっこよくてクールでもうなんか控え室でゆっくりしてる姿もかっこいいのよ。そうそうれをみんなに見てほしいのよねなのにねもうと控え室でねそれが見せられないからね本当に写真撮ってみせるよ今度。そうその方のキリンさんのね、えー、曲も流したいと思います。私がですね 選び抜いた、えー、キリンさんのかっこいいが詰まり詰まったですね、えー、曲をご用意してまいりました。<laughs> 私がファンになっちゃってどうすんのよ。<laughs> はい、それでは聴いてください。キリンさんの歌でルーナローサ。サ キリンさんの歌でルナ・ローサお届けいたしました今週の土曜日と日曜日に今流したねキリンさんとフラジールさんが、えー、沖縄にツアーでやってきます歌謡ロックバンドと、はい、スタイリッシュロックンロールいいですね沖縄に衝撃を与えに来ますよ皆さんぜひ遊びに来てくださいはい そしてですね、もちろんもちろん私も一緒に出演してい、えー、きたいと思います私もバンドで、えー、来るのでね是非それも、えー、楽しんでくれると嬉しいですそう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 。じゃあまた改めて告知もしたいと思いますまずですね 2days ございまして私が出演する時間はですねあ日にちと時間日にちと時間、えー、10月の29日日曜日、えー、ですね フラジールキリンメンソーレという、えーまあ、イベントとなっております。それでですね、あの場所はコザのオトラクというところで、えー、私も一緒に出ますで。時間はですね、オープンが7時で,で、スタートが7時半からとなっております。前売り券、えー、1000円でですね、ワンドリンクベッドで、えー、販売しております。結構ね、お得なんですけどね。で フラジールとキリンと私の他にもですねたくさんのミュージシャンが出演しますでその他のバンドともですね私初めましてなのでねちょっと楽しみですねはいそれもまた是非、えー、チェックしてみてくださいご予約はですね i n f o n a トマーッ .jp の方でも受け付けております是非、えー、待ってますよ皆さんでこの 2days、えー、ございますでしょ でこのツーデイズチケットっていうのがございましてそれを買うとですねセットでなんとお得な前売り券、えー、1500円でゲットできるそうです皆さんとってもお得だと思う私そうだからね是非ねこの際なんかもう滅多にないことだと思うんですねだから2日間是非見に来てほしいんですね、うん、私も個人的に見てほしいよ皆さんに。 だからね、ぜひフラジールキリンさん、えー、ロックンロールをですね見に来てくれると嬉しいです私のね大体出演する時間とかはですねあの、まあ、ゆっくりめで9時55分10あ21時55分から予定になっておりますのでぜひね、えー、ゆっくり、えー、まあ ふーって盛り上がった後になっちっていうのをやって、えー、くれると嬉しいです。はい。その流れでですね。<laughs> お願いします。はい。29日、えー、おトラックの方で私も一緒に出演いたします。さあ、皆さん、ぜひ来てくださいね。それでは、えー、また来週、えー、この番組、えー、お届けしたいと思います。なんか今日早いね。 ツイキャスで見てくれた皆さんも本当そうそうそう宮古島のシンガー,、えー下地悟さんが私のことをですねあの素晴らしい歌い手さんですよと紹介してくれたそうですありがとうございます <laughs>、はい、ということでね,うね,ねそうだねまた会いに行きましょうねはいそれではまた来週、えー、私ですねラジオお届けしますんでじゃあ、うん、また聴いてくださいね リスナーの皆さん聞いてくれてありがとうございます。それではまた来週です。